裁判所が変変わわわらないとなかなか変わんないいとかかけですよね一生懸命いろんなところで変えようとするけど最後の最後それが例えば法律違反になったりして裁判所に行くと現状維持の判決を出されちゃうっていうことが繰り返されるっていうことになるとねなのでまあちょっと裁判所それからもう一つは僕が今日ぜひ先さんに聞きたかったのは、まあ、じゃあ裁判所がある種の構造的な問題を抱えているとしてねそれは 本来誰がチェックするべきなのか、うん、どういうふうに正されるべきなのかっていうのがねちょっとアンタッチャブルみたいなところがあって、うん、それで本当にいいのかとかといって簡単に政治が手を出せるようにしちゃまずいですもんね三権分裂の話もあって、はい、なのでその辺をもうちょっと含めて今日お伺いしたいと思ってるんですけど権力チェック機構であるべき裁判所まあメディアもそうですね、うん、本来その2つは権力チェック機構、はいはい、で裁判所の場合は 権力の一部であるにも関わらず、権力チェック機構って非常に矛盾した性格を持ってるわけです。はいはい、難しいわけですね。うん、ところが、それがうまくいってないで、まあ、僕の見たところでは、まあ。現在の最高裁は特にそうだけど。うん、全体としてみると、権力補完機構、うん <laughs> えー。権力を補完している権力。うん、で。メディアも大きいものほど、その傾向が強い。うん、そのそ。そういう構造を破らないと。うん おそらく新しいい方向性っていうのは見えてこないあのこれ制度の変更でどうにかできる部分っていうのは一部なんだよねつまり実存ってあえて言えばですよ何のために裁判官をやってるのかあるいは裁判に関わる人たちっていうのは、ね、その何のために何をしようとしているのかでそこに、まあ、ある種疑念がですね 拭えないような状態になってしまった場合には、ただの制度の変更だと難しいかもしれない。どんな人だって。うん、あの組織にいれば、まあ、うん、保身とか出世のことを全く考えない人はいないだろうと。うん、でも、それによって本来の裁判官としての。 正義なりなんなりがね、歪められたと、本末転倒になれば、もうその瞬間に。裁判官の目的は、むしろ、出世するためだったみたいになっちゃいますよね。そういう、やっぱ問題っていうのを、その、佐々木さんは。今、あるいは、それは昔からなのかも含めて、やっぱ、お感じになりますか。根本にあるのは、出世とかよりも、自己承認欲求だと思うんですね。自己承認欲求っていうのは、誰もが持ってる、何らかの形で。で,で、裁判官の場合に、それが非常に、こう、日本の場合、歪んでるので。 判決でその自己承認要求いい判決を出してそれでちゃんとした評価があって自己承認これが裁判官の正しい形だけど、ねうん、そうじゃなくて、うん、その訳の分かんないこういうすごく大きな,なんか巨大ミルフィーユみたいな異常な形のヒエラルキーの中で、うん、とにかく認められる。うん うん、承認されるっていう自己承認欲求になっちゃってるんでるわけですよそれはパブリックから承認されるんじゃなくてその中で承認されるということが大事なんですね。で,でも裁判官はあの上から裁断する立場で接するだけなのでうん、うん、この閉じた構造っていうのが非常にビシッと落ちてきたときにそれに単独で抵抗することが非常に難しい,難しいということが一つ。うん、それからもう一つは もともと裁判官になる人たちがあんまり建前と本音の乖離っていうまあ日本に特注の現象ですよね、うん、まあアメリカ人だったら俺は偉くなりたい金が儲けたいいい暮らしがしたい、うん、だからこれパッと出るので自分でも自覚できるし周りも批判できるでも日本の場合は例えば裁判官になるときに自分はやっぱり それなりにに社会の役に立つことをしして正義を実現したい、うん、あそうですかでその自分の中にあるドロドロしたものなんかは全然詰められてないわけですよ、うんうん、最高裁判所の事務総局つまり最高裁判所の行政、うん、司法行政をやってる人たちですね、うん、そのそのエリート層の人たちは大体こんな傾向を持ってる、うん、でごく普通の一般の裁判官がどうかっていったらここまではっきりしたものはないんですよそうですか、うんえー、ないけど じゃあ彼らを律する行動原理としてちゃんとしたものがあるかって言ったら例えばまあ欧米の裁判官と比べてもそういう意識は低くてまあともかくせいぜい一生懸命あの私たちは頑張ってますみたいなねはっきり言うとその全体を見,たを見渡す視点なんてない。で僕自身がやっぱり全体を見渡す視点を持てるようになったのが。 やめてからなんですよねん国策として原発を進めることになっているのにうん、うん、それにノート書くなんてっていうのは何かこう空気の支配で分かるような気もするんだけど国策でもなくなっている時でさえどうもそれが有効だったとするとうん、うん、それがちょっとどういう感じ説明つくのかなという感じもするけど、うんまあ、そこはどうですか。 そんな長続きするとは思ってなかったでしょうね。っっ当然のことながら。<laughs> からだから、あの、うん、その時だって、自民党がまた、かんばくしてくるってことを前提にしてたことは間違いないでしょうね。うん、ただ、ごく普通の裁判官の場合には、うん、もうちょっと、こう、無意識的なんですよね。うん、要するに、その、統治と支配。うん、何べも、僕が使っている言葉、統治と支配の根幹に触れることは、触らないっていう。うんうん しかもそれがちゃんと意識化されてなくてうん、うん、結構無意識的にそうなってる、うん、そういう感じが日本の裁判見てると全体にありますよね、うんまあ、やっぱり判決見るときにあ,のあんまり悪い方ばっか見ちゃいけないのでうん、うん、あのね。か50歩100歩みたいなことを言う人がよくいるんですけど50歩と100歩は違うん。 もう判決みたいなものでは、50歩でも100じゃなくても50歩でも重要なんですよ。ね、少しでもやっぱり出たり、頑張ったりしてるとこがあったら見なきゃいけないです。なるほどうん。例えばニュータウンの中で閉じてしまって、そこでずっと育ってくると、その外の視線を想像することがもう難しくなっちゃうんですね。で、そのようなそのまず育ち方、さっき育ち方の話だったから、育ち方をしないことが大事だっていうことと、ちょうどパラレルになることなんだけれど、あの？ 例えば自分の所属するその内集団の空気とは違った判決を出した時にそのことによってまあ例えば僕が出したとして僕が孤独になっちゃうなと自分の座る場所はなくなっちゃうなっていうふうに思わなくて済むようなコミュニケーションネットワークがあるかどうかこれあの山岸敏夫さんが出していらっしゃる処方箋も同じなんだよね。日本はあの 実はその内集団、まあ自分の所属する集団に座席がなくなった瞬間に路頭に迷う。場所がどこにもなくな,なくなっちゃうんですよね。で、そうではないとちゃんとあると。内集団外にもネットワークを持てってこと。あるというですね。だからそういうあの少なくともそういうふうに思えるっていうような状況を作り出していくってことが。